佐々木です。今回のお話なんですけど、皆さん格ゲーの文化に触れててこれエロいんじゃないかって思うことあるじゃないですか。一応ね、まあ僕下ネタ苦手ですし、このチャンネルにもそぐわないとこあるんで、ちょっとそういうのまとめてこの機会に払拭していきたいなと。その言葉実は全然エロくないよ、安心していいよってことをランキング形式で解説していきます。まあ真面目な話なんで全然親御さんとかとも見れますし、この機会に討論し合うのもいいんじゃないでしょうか。それではエロそうで全然エロくない格ゲー用語トップ5行ってみましょう。第5位。はい、第5位。6P。何がとは言いませんが、世間一般でメジャーな数字は3ですよね。現実的にも、これより上はほぼ起こり得ないんですよ。それがね、倍ですよ。こんなことあります？この 6P、エロそうでエロくない格ゲー用語、2文字部門では圧倒的大差をつけて1位です。一般の方々はちょっとびっくりされるかもしれませんが、僕たちは日常的に 6P を繰り返しています。まあ一応、6P って何なのっていうピュアな方もいらっしゃるかもしれないんで、実際見てみましょうか。左のキャラに注目してください。これが 6P です。ね、エロくないんですよね。解説すると、6っていうのがコマンドを点キーで見立てて、要は前に入れながらパンチボタンをってことですね。ただこの 6P が実はね、上半身無敵なんですよ。ちょっと待って、上半身無敵っつうことは下半身無敵も、下半身無敵。ちょっと計らずしてランキングに変動が起きそうでしたが、今回はまあ偶然の産物なんでスルーします。とにかく上半身無敵なんで、何が言いたいかというとね、こちら見てください。これ何が起きたかわかりますか？そう、興奮した相手を狙って 6P で落とした。もう一度言いますね。興奮した相手を狙って 6P で落とした。高学歴の飲みサークルか。第4位。続いて4位ですね。めくり JK。これですね、ちょっと専門的な話になってくるんですけど、めくれる JK とめくれない JK があって、当然僕たちはめくれる JK が圧倒的に大好きです。繰り返しますけど、エロくないですからね。実際見てもらいましょうか。はい、これめくり JK です。分かっていただけましたか？相手の背後から JK を押し付けてる。相手の背後から JK を押し付けてる。全然エロくない。念押しで解説しますけど、そもそもめくりっていうのが相手と位置を入れ替えつつ行う攻撃で、問題の JK っていうのがそのままジャンプキック。まあ普通他に何も想像できませんけどね。一応その行為をめくり JK とするのか、あるいは JK めくりとするのか、どっちがよりエロそうでエロくないのかは様々な格ゲーマーの間で物議を醸しています。補足的な情報になるんですが、実は例に出しているギルティギアというゲーム、一般の方々はここで動画を閉じてしまうかもしれませんが、 JS も JC も JD まで幅広く揃えております。一応これも見てください。 JS、 JC、 JD、 ゾーンが広すぎなんですよね。第3位。ちょっとこのあたりからね、結構レベチになってきて、相当エロそうでエロくなくなってきます。もはやエロいのではと難色を示す専門家の意見もありますが、もうもったいぶらずガンガンいきますね。3位は中パンこすり。まあまあ、やはりという声も多くあるでしょうね。こちら字面部門ではぶっちぎりの1位です。この中パンこすりという字面からどこまでエロそうに広げられるかはプレイヤーに委ねられているところが大きくありはしますが、まあやぼかなと、そんな思いがあるんであえて解説はしません。とはいえ、一応この中パンこすりの行為については見ていく必要があると思いますんで、こちらをどうぞ。はい、これここよく見てください。これ中パンこすり。そうなんですよ、僕たちはですね、相手に強気な攻めを見せられたら、ついつい擦っちゃうんですよ。もう中にはですね、自宅で一人こっそり中パン擦りが癖になっているプレイヤーもたくさんいます。これはね、僕も友達の家なんか遊び行った時、なんとなくわかるんですよ。あ、こいつ普段から中パン擦ってんな。ね、友達のそういうのあんま見たくないっていうか、ちょっと残念ですよね。あ、すいません。これも確認の意味でどんな行為なのかというと、中パンチを連打しているという画面を見ない行為になってきます。全然エロくないですよね。第2位。第2位ですね。密着攻撃攻め。はい、冷静に繰り返したくなる言葉部門1位。すべての格ゲーマーに愛された用語。ちょっと皆さん驚かれるかもですが、僕たちはですね、倒れた無防備な相手を密着で攻めるのが大好きです。もはや修正と言ってもいい。やっぱ、こっちの一方的な攻めで、普段強気な相手が崩れたら、これほど気持ちいいことはないんですよ。あれ？今エロいこと考えてます。まあまあ、百聞は一見にしかずですから、実際見てみましょうか。はい、これ密着攻撃攻めです。全然エロくないです。じゃあ密着じゃないとどうなるか、ご覧ください。一部の攻めしか継続できないね。
つまりですね、密着じゃないとあんまり気持ちよくないんですよ。だから僕たちは常に密着攻撃攻めを狙う。近い方が気持ちよく攻めれますし、自分の攻めテクの引き出しは多い方がいいに決まってますよ。まあこれもね、全然よろくないことは分かっていただけたと思うんですが、ただ注意点があって、キャラとコスチュームを調整するとね、ご覧ください。ちょっとエロい可能性が浮上してくるよね。でも厳密に言えばこれは密着置き攻めという行為がというよりも存在自体がエロくなっているのではという声もあります。このあたりはですね、僕も議論の余地があるなと判断して今回2位という結果になってます。番外編。はい、番外編。ドリハメ。いや、わかる。僕もね、これはさすがにって思いました。エロそうっていうか、もう仮にエロくなかったとしてもエロいんじゃないかと、トレードオフの関係にあるんじゃないかと、もう気になりすぎて中足ヒット確認の精度が明らかに落ちました。ほんとね、不幸中の幸いなんですが、ギルティの予防なんですよ。ストリートファイターにも KOF にも出てこない。まあ、どんなものかというと、エディというかザトウというかどっちでもいいんですけど、よく聞いてくださいね。抵抗できない相手に対して本体と分身による同時攻めというものになってきます。薄い本が厚くなってきたな。そうなんですよ。ランキングを振り返っても、ギルティはちょっとけしからんのです。このドリハメもね、本来1位と言ってくらいのキャパは持ってて、相当エロそうでエロくない可能性は秘めてはいるんですけど、限定的なため番外編に落ち着きました。いや、ドリハメはいかんじゃろ。まあ、ハメド、第1位。はい、最後第1位ですね。ボッタッチ。いや、もうね、ボッタッチってなんかこう、頭痛が痛いとか、力こそパワー的な、そんな類のニュアンスを含んでますよね。それはそうでしょうよ。ボッタッチ？まあまあまあ、一応何がっていう話にもなってくるんで、本当にエロそうでエロくないのか、こちらも検証していきましょう。はい、実はですね、これがボッタッチなんです。ね。何も入れない立ちっぱなしの状態。入れずに立ちっぱなし。これわかりますか？もっと言うなら、さっき僕は僕のレバーを触らずに立ちっぱなしだったんですよ。いや、もう逆か。触らないからこそ立ってる。相当なメンタルですよね。でもまあ安心してください。一人プレイならまだしも、相手がいる本番。本番はボッタッチ状態。長くは続きません。いいとこ数秒です。やっぱボッタッチって本番で緊張しちゃうと続かないんですよね。じゃあなぜ僕たちはボッタッチをするのか、どんなメリットがあるかというと、ご覧ください。見てください。ボッタッチだと届かない攻撃がしゃがむと届いちゃうんですよ。つまりですよ、しゃがむっていうか折れるっていうか、とにかく自分のレバーを下げると自分のキャラの判定が大きくなる。だから僕たちはボッタッチで判定を小さくする。でもこれって不思議ですよね。普通立ってる時の方が大きい。はい、エロそうでエロくない格ゲー用語トップ5でした。久々に真面目にやりましたけど、やっぱアウトプット大事ですよね。言葉に出して自分の糧にする。これが学びなんですよ。今後もトライアンドエラー重ねていきたいと思います。今回は以上です。大変ありがとうございました。ほいじゃあまたね。